皆さんこんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日は初めての瞑想というテーマで、瞑想をこれから始めてみたい、本格的にやってみたいけどどこから始めればよいのかわからない、またこれまで瞑想されたことがある方にも瞑想のやり方について解説をして、簡単なガイド付き瞑想を一緒に行ってみたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネルでは、クオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント、海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信しています。毎週たくさん配信していますので、チャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いします。また YouTube のチャンネルスペシャルメンバーにご登録いただくと、毎週限定動画をご視聴いただけます。さて、今日は初めての瞑想というテーマでお送りしていきます。ニュースでもマインドフルネスや瞑想についてほぼ毎日新しい記事が更新されています。また本屋さんなどに行ってもマインドフルネスや瞑想に関する本が平積みされています。最近ではメンタルヘルスのコーナーに陳列されていたり、またビジネスコーナーにも置かれていたりします。なぜこのように瞑想が注目されているかというと、瞑想はまずストレスを低減していきます。皆さん日頃ストレスを抱えていないでしょうか。気になることとか心配なこと、不安なこと、仕事でプレッシャーを受けていること、いろんなストレスがあると思います。やることが多くて、やってもやってもなかなか追いつかなかったり、またそれを頑張ってやっているけれども誰も認めてくれなかったり、いろんな心のモヤモヤが溜まってきます。そうしたストレスをコントロールしていきませんと、溜まってしまってうまく処理できないレベルになってきたら、さまざまな問題も引き起こします。精神的に切羽詰まってしまったり、仕事が手につかなくなってしまったり、人間関係のトラブルになってしまったり、いろんなことが起きてきます。そうした時にシャワーを浴びたり、お風呂に入ったりして体がきれいになるように、心や思考を浄化してすっきりさせていくのがこの瞑想の一つの効果です。非常にストレスが低減されていきます。そしてもう一つは、仕事においてもプライベートにおいても、やらなければいけないこととかやりたいことがあった時に生産性が向上するということです。とてもすっきりするので、仕事もはかどりますし、毎日が快適になります。瞑想はよくマインドフルネスと言われたり、これを合体してマインドフルネス瞑想と言われたりします。このマインドフルネスというのは、気づきと訳されたり、注意深く観察すると言われたりしています。そのマインドフルな状態というのが、さまざまなストレスがなくなって、自分のことも周りのことも客観的に見られる状態、ありのままの今ここにいる自分を主軸として冷静に見られる状態、これがマインドフルな状態です。こうした自分になっていきますので、仕事においても当然やるべきことが分かり、ストレスを上手にコントロールして進めることができます。実際にこのマインドフルネスは、世界の大企業が仕事の時間の中に取り入れています。会社の中にマインドフルネス瞑想ができる空間を作ったり、またその時間を作ったり、またエグゼクティブや経営者の方も仕事の合間に取り入れたりしています。今現代は仕事や人間関係、またそれが SNS の中でも、心が揺れること、一日の中にたくさんあると思います。その結果、感情が不安定になってしまいます。そのような中で、本当の自分、揺れてない自分、落ち着いている自分、その穏やかな心でいられる自分、これを取り戻していくのがマインドフルネス瞑想です。ですので、メンタルも当然落ち着かせていきます。今日はこのマインドフルネス瞑想について、体系的にご紹介するというよりも、瞑想の始め方の Q&A としてお答えしていきたいと思います。まず一つ目の質問です。マインドフルネスや瞑想に興味がありますが、まず何からやればいいのか分かりません、という質問です。
はい、これはもうそうだと思います。一体マインドフルネスって何だろう、英語だけどよくわからないなとか、瞑想って怪しいんじゃないかなとか、実際どうやればいいんだろうと思われるかもしれません。このマインドフルネス瞑想を始めるときには、まずはスモールスタートで、理論とかバックグラウンドとかそうしたものにとらわれることなく、最初のおすすめは静かな音楽をかけて目をつむって深呼吸を10回してみることです。まずはこれがおすすめです。実は10回深呼吸すると言っても、最初はその時間に耐えられないこともあります。ゆっくり何も考えず目をつぶって、ただ10回深呼吸をするということ、その何もしない時間、静かな時間に耐えられるかどうか、これも最初は結構難しいものです。もし10回が難しかったら、その場合5回ぐらいでも結構です。深呼吸は1回につき約10秒ぐらいかけてゆっくり行っていきます。5回行うと約1分、10回だと約2分ぐらいになります。この間の沈黙、静寂、これに耐えられるかどうかです。ですがこれだけでもかなり違います。自分の人生の1時間に余白を設ける、静寂を設ける、その習慣が自分を本当の自分、ありのままの自分に戻していく習慣になります。そして次に2つ目の質問です。瞑想する時の姿勢はどうすれば良いでしょうかという質問です。これもあると思います。瞑想と言われると禅のお坊さんみたいな方が足を組んでひたすらに目をつむっている、そんなイメージをされるかもしれません。しかしそれはプロの話ということで、私たちが全部が全部真似する必要もありませんし、真似できないこともあります。ですので通常行う場合には、座っても寝ても構いません。立っても歩いても瞑想はできると言われています。どんな姿勢でもいいんですが、ただ心を穏やかにできる姿勢と集中できる姿勢がおすすめです。何かをやりながら聞き流して、まあ、こうした誘導瞑想をしてみるということもあります。私もたまに歩く瞑想といって歩きながら瞑想をしています。また時間がない時にも、何か仕事をしながら作業をしながら聞き流すだけでも効果があります。しかしいざ本格的に瞑想してみよう、集中してみようといった時には、そのような穏やかになる姿勢や集中できる姿勢がおすすめです。そしてその時間、瞑想だけに集中していきます。専門的には足を組んだりしますけれども、一般的には椅子に座って背筋を伸ばすと心が穏やかになって、さらに集中できる姿勢になります。そして3つ目の質問は、瞑想はどのぐらいの時間やればいいんですかという質問です。これもだいたいこのぐらいするものだという基準はありません。人によって数分間だったり、1時間、2時間、3時間とずっと瞑想を続けられる方もいらっしゃいます。おすすめは最初はぜひ3分間頑張ってほしいと思います。はじめは3分間の呼吸法から始めて、これを継続していくと時間がだんだん長くなります。最初は短い時間から始めて、慣れてくると自然に時間が伸びてきます。その静寂の時間が心地よくなって、その間に生まれてくるいろんな気づきを感じ取ることができます。表面上は何もしない、何も考えない時間というのを何分取ることができるか、これを徐々に長くしていくイメージです。はい、そして4番目の質問です。これは瞑想は継続していくことが大事だと言われていますが、続けるためにはどうすればいいでしょうかという質問です。これも難しいですよね。ついつい忘れてしまいますし、本当に忙しくていろんなやらないといけないことがあると思います。初めのうちはまずその時間を積極的に能動的に作ることが大事です。先ほど申し上げたような
1日3分でしたら、おそらく誰でも作れると思います。そしてそれを1週間続けてみると、きっと効果を感じるはずです。やっぱり心が落ち着くなとか、リラックスするなとか、何も考えない時間って快適なんだなとか、いろんな違いがわかるようになってくると思います。この場合いつでも結構です。朝でも寝る前でも結構ですので、瞑想的な音楽をかけて3分間じっと深呼吸、呼吸法をしてみるということをおすすめです。そしてだんだんと、先ほど申し上げたような、私たち歯磨きをしたり、シャワーを浴びたり、お風呂に入ったりしますけれども、それと同じように心をクリーンアップするための必要な習慣に変わっていきますし、こういう状態になったらこれをすればいいんだなというスキルの一つになっていきます。その結果効果を感じると、継続していくことが苦にならなくなってくると思います。そして5つ目の質問は、マインドフルネス瞑想はそもそも何のためにやるものなのですかという質問です。これについては冒頭2つの効果をお伝えさせていただきました。まず1つ目に、ストレスの低減です。どのようにしてストレスが軽くなったりなくなっていくかというと、このストレスの元はその悩みや課題、問題を考え続けているからということができます。そのことが頭から離れないので、ストレスの元になってそれが溜まっていきます。まあ考えなくても済むんでしたら苦労はしませんけれども、考えて逆に結論が出るものならいいですが、そうでないものでしたら、一定の時間自分をその問題に悩むことから解放させてあげる必要があります。これがストレスコントロールです。自分のためのバランスを取る時間と考えてもいいと思います。このストレスに対して考えを集中することから離れる時間を作るのが、このマインドフルネス瞑想の効果の一つです。そして2つ目の効果として、生産性の向上ということをお伝えしました。マインドフルネスは基本は呼吸法から入っていって、次にありのままを観察できる自分になることを目指します。自分が今どう感じているのかということを切り離して、事実を客観的に素直に判断せずに見つめ受け入れることができます。この場合出来事と感情も切り離して見ることができるようになりますので、今自分はこのことによってこういう感情が生まれているんだなと、自分の感情も客観的に見ることができます。痛みは抵抗によって生まれるとも言われています。ありのままの事実、そしてありのままの自分の感情を観察することで、その状態を受け入れ、同時に解決策も考えることができるようになります。仕事や家事、さまざまなことで生産性を大きく乱してしまうのはどうしてよいかわからないということ、いろんな人間関係もそうです。またいろんなことに感情的に反応してしまうことで、本来の仕事ではないことに実は心を砕いていることが多くあります。それを整理して冷静に見つめて、何が問題なのか、どうするべきなのかが見えるようになります。それでは以上を基本の解説として、これから3分間の簡単な呼吸法をやってみたいと思います。誘導しますので、ぜひリラックスして取り組んでください。全身の緊張や凝っているところがあれば、首を回したり肩を回したりしてください。それでは今回座って行う誘導をしたいと思います。椅子に浅く腰掛けて、背筋を伸ばしてください。
手は手のひらを上に向けて太ももの上に置いてください。よろしいでしょうか。変に体に力を入れずに、背筋は伸ばしながら肩の力を抜いてリラックスしてください。それでは呼吸の方法ですが、今回口から吸って鼻から3回に分けて吐く方法でやってみたいと思います。この方法は口から大量に空気を吸うことができるので、早く落ち着いてくる方法です。それではペースを誘導しますので、合わせて呼吸をしてみてください。口から大きく息を吸って、鼻から3段階に分けて吐きます。すべて吐き切ってください。もう一度吸って、吐いて、そのペースで吸って、吐いて、吸って、吐いて。吸うときには全身に空気を行き渡らせ、吐くときにはすべて吐き切っていきます。吸って、呼吸に意識を集中して、頭を空っぽにしていきます。それでは、残りの時間、ご自身のペースで深呼吸を繰り返し、呼吸だけに意識を集中してください。以上で結構です。
いかがでしたでしょうか。かなりやる前と後ではすっきり感が違うかもしれません。はじめは少しぼーっとする感じになるかもしれませんが、頭が空っぽになった証拠です。この呼吸法がベースですが、慣れてきたらぜひ時間を伸ばしてみてください。そしてその際にはこの3段階に分けて吐くような大きな呼吸でなくても、落ち着いてきたなと思ったら普通の呼吸に戻して結構です。またこのチャンネルでは様々な誘導瞑想を配信しています。いろいろな誘導瞑想をすることで、瞑想の次の段階である呼吸でまず心を整えたら、ありのままを観察するという見つめる段階に入っていきます。いろんなことがある人生ですが、様々な角度から自分の感情や心の動きを見つめることができるように、様々な誘導瞑想を配信しています。ぜひそちらも合わせて取り組んでくだされば幸いです。今日は初めての瞑想というテーマで、瞑想の基本を質問形式でお答えいたしました。これを実践することで日常的に心が整ってまいります。ぜひ習慣として取り組んでいきましょう。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。